アメリカが誇る超ハイテク企業、ボーイング。宇宙、航空分野では常に世界最先端の技術力を誇り、この技術力は、世界一と言っても過言ではない。今でこそ航空、宇宙産業の代名詞となっているボーイングだが、一時期、鉄道車両の製造も手掛けていたことは、ご存知だろうか。実は、ボーイングの鉄道車両部門は、ある失敗作がために、短命に終わっている。今回は、鉄道車両部門を廃止に追い込んだ、ボーイング史上最大とも言える失敗作を紹介する。1940年代より製造が開始された、標準型路面電車、BCC カー。快適かつ高性能、外観も近代的で、それまでの路面電車の、遅い、うるさい、時代遅れ、といったイメージを一新。しかもその上、経済性にも優れており、5000両以上が製造され、各都市に納入された。しかし、1960年代に入ると、自家用車の台頭により、アメリカの路面電車は次々と廃止になる。こうして現在のアメリカの車社会が形成されたが、その一方で、様々な社会問題の原因にもなった。例えば、交通事故の多発や、交通渋滞の慢性化、ドーナツ化による都市中心部の衰退などである。こうした経緯から、1970年代に入ると、路面電車が都市交通として見直されるようになる。そこで、連邦交通局、FTA、によって提唱された概念が、路面電車に代わる、ライトレール、というものである。ライトレールは、端的に言えば路面電車の進化系で、バス以上、地下鉄未満の軽量輸送機関と定義される。路面電車とライトレールの違いは、ライトレールでは専用軌道区間が多いことや、提唱者の使用が挙げられる。社会問題への関心の高まりも後押しとなり、ライトレールは北米の多くの都市で、導入が計画されるようになった。路面電車が廃止を免れた都市では、既存の路面電車を改良する形で、ライトレールの導入が計画される。しかし、それらの都市では、PCC カーが製造後30年を迎えており、老朽化や陳腐化が問題となっていた。そこで、次世代の路面電車、ライトレール、にふさわしい、PCC カーに代わる標準型路面電車の開発が始まる。1971年、サンフランシスコ市営鉄道、ニョニ、は、PCC カーに代わるライトレール車両の製作会社を募集。また同じ頃に、ボストンの MBTA は、ドイツの車両メーカー、デュワグに試作車を発注。さらにフィラデルフィアのセプタも、新車両の導入を模索していた。しかし、これらはいずれも資金難により計画中止となってしまう。そこで、米国運輸省、US.は、標準型路面電車を設計し、導入する都市には補助金を交付することにした。設計を標準化することで1両あたりの価格を抑えられ、さらに、アメリカ国内で製造した電車を買わせることで、産業振興にもつながる、というのが US.の目論みだった。また、当時ベトナム戦争が終結に近づいており、戦争終結により仕事が減る防衛関連企業に大型案件を与えるという狙いもあった。新車両は、ベトナム戦争と同時に行われたアポロ計画の縮小により、大量の余剰人員が発生していたボーイングへと発注されることになった。そして1973年5月、US.はボーイングと、ニョニ社80台、MBTA 社150台を製造する計画を結ぶ。1976年末、最初の標準型路面電車が、ボストン MBTA で運行を開始した。アメリカ標準型路面電車、通称 USSLRV。路面電車としては実に20年ぶりの新車で、次世代を担うライトレール車両として、大きな期待を集めた。
USSRRV は、電気視聴波制御の採用をはじめ、当時最先端の技術を惜しみなく詰め込んだ。ボーイングの技術力の結晶と言っても過言ではない。ただし、台車フレームと車体は、東急車両が日本で製造したものである。ボーイングは、USSRRV はメンテナンスフリーであり、極めて故障も少なく、信頼性にも優れる車両であると宣伝。だが、実際はその真逆であり、MBTA とミュニにとって悪夢の始まりだった。運用開始早々、USSRRV は、モーターやチョッパ装置のショート、ドアの頻繁な故障、男性車輪の破損、脱線の多発など、通常では考えることのできない故障が無数に発生。運用開始からわずか4ヶ月後の1977年4月には、全車が使用不能となる異常事態に陥った。この時点では MBTA には31台が納入されていたが、さらに残り119台が納入される予定となっていた。10月には、ミュニにも最初の USSRRV が到着。しかし、こちらでも同様の不具合に苦しめられた。両者ともに、特に深刻な問題は、曲線部での脱線事故の多発であった。これは、デュアグの特許を回避するための連接部の構造に起因するものであった。また、車体は船で日本からアメリカまで運んだが、あろうことか、海上輸送にもかかわらず、何の腐食対策もせずに雨ざらしの状態で運んだため、搭乗時より車体の腐食が問題となる始末。他にも、ドアの障害物検知センサーが、ドア自身を障害物と認識してしまう不具合や、床下に設置された冷房装置が、埃や塵を吸い込んで故障するなど、いずれも初歩的な設計に問題があるものばかりであった。USSRRV は、その後も MBTA、ミュニへの投入が続けられた。しかし、納入された電車はすぐに故障し、故障頻度の高さに、修理部品の調達が追いつかない事態となっていた。そのため、MBTA では共食い整備を余儀なくされる。共食い整備の結果、走行不能となった車両は、使われていない地下線に隠された。ところが、それが見つかり、なんと写真付きで新聞に掲載される事態に。そしてその後、MBTA は使用不能車を地上の車庫に置くようになったが、これは隠すのをやめたわけではなく、故障車があまりにも増えたためだと言われている。USSRRV のあまりのポンコツ具合にブチギレ、MBTA は1978年に40台の納入を拒否。さらに翌1979年には、すでに導入していた車両のうち、再起不能の状態であった35台を、ボーイングに送り返す。そして同年には、修理部品の無償提供を求め、なんとボーイングを相手に訴訟を起こすに至った。この状況に対しボーイングは、ちゃんと整備をしてないのが悪いし、車両を丁寧に扱わないから壊れるんだ。と主張したが、結局裁判に負け、MBTA は6ヶ月の保証と、大量の修理部品を獲得した。MBTA の惨状を目にしたミュニは、あらかじめ大量の修理部品をストックしておいたものの、それでも故障率の高さは悩みの種。両者とも信頼性を高める努力を続け、1980年代には故障率も比較的下がったが、USSRRV が他の都市に普及することはなかった。また、ボーイングは USSRRV の他に、シカゴ交通局の CTA2400 も手掛けたが、こちらは CTA 側から、伝送品に既存の車両と同じものを採用するよう指定されたため、特に大きな問題は発生していない。しかし、USSRRV の失敗のため、ボーイングの鉄道車両部門は、廃止を余儀なくされる結果となった。
USSRRV は、登場からわずか10年後の、1987年より置き換えが始まる。MBTA 社の置き換えで導入された、タイプ7は、日本の近畿車両で製造された。タイプ7は、USSRRV よりもはるかに信頼性が高く、USSRRV の大部分を置き換えることに成功した。ミュニメトロでも、1996年から、イタリアのアンサルド・ブレダより、新型の LRV を購入。2001年の末までに、全車の置き換えが完了した。残る MBTA 車も、2007年までに、アンサルド・ブレダ製の、タイプ8、によって置き換えられ、事業用に残った車両を除き、USSLRV は全廃となった。標準型路面電車としては失敗に終わった USSLRV。そんな USSLRV だが、一つだけ大きな功績がある。それは、ライトレールの標準を定めた、ということである。1984年に開業したバッファローメトロレールでは、USSLRV の設計をもとに、電装品も東急車両が手掛けた LRV 車両が導入され、現在も活躍中である。また、フィラデルフィアのセクタでは、川崎重工が製造した、K カーが導入され、活躍中である。ちなみに、ボーイングの工場があるフィラデルフィアでは、当初セクタが USSLRV の導入を検討していたが、車体幅の上限を USSLRV のものより4インチ狭く指定し、ボーイングの入札を阻止している。同じく、USSLRV の導入を検討していたクリーブランド RTA は、アンサルド・ブレダより LRV 車両を購入している。また、ロサンゼルスでは、1990年のライトレール開業に合わせ、日本車両製の P865 が導入されている。こうしたライトレール車両は、いずれも USSLRV から、少なからず影響を受けている。標準になれなかった標準型路面電車、USSLRV。全廃となった今でも、その魂は、全米で活躍中である。ちなみに、USSLRV によって置き換えられるはずだった PCC カーは、今も現役である。